こんにちは、つみきです。今日はこれから編みたい秋冬物、どんなもの編むかっていうのを撮っていきたいと思います。最近すごく涼しくなってきたと思ったら、今日は30度越すぐらい暑いです。アイスコーヒーを片手に編んでいこうと思います。使う系統はですね、ちょっと私の YouTube のスタッフ紹介のチャンネルを見ていただくとわかるんですけど、すごく私毛糸をたくさん持っていてですね、100均だったり手芸屋さんだったりたくさん持っているので、ちょっとそれをね消費をしようと思っていまして、100均毛糸なんですけれどですね、皆さんご存知のダイソーさんのメランジテイストのこのブルーですね、クリームゾンレッドというワインレッドのような感じの色ですね。これが多分最初の方に出てたメランジっていう方のネイビーです。ネイビーのお色と、これもダイソーさんのシフォンムースのミルキーホワイトと、カナリアイエローというこの色の5色を使いまして、ゆかちゃんのねグラニスクエアバッグを編んでいこうかなと思ってます。いろんなカラフルな色を組み合わせて編むバッグですね。ブランケットもいいかなと思うんですけど、ちょっとあのバッグはずっと作ってみたいなと思ってたので、こちらで編んでいこうと思います。私はですね、編み物を基本的にこういうノートに編み方をメモしています。動画のものをすべてメモしてます。私は編み図派というか紙派なので、こういろいろメモしております。ラニスクエアバッグですね、今ちょっとここに置いて見ながら編みます。自分で編んでいきます。グラニスクエアはその色をすごく決めるのにすごく時間がかかってしまって、組み合わせ、色を組み合わせるのはちょっと私とっても苦手というか、センスがなくてですね、何度か試し編みをして決まったのがここにある色たちで出る感じですね。で、1段目完成なのでこのまま処理します。糸処理がね、私すごく苦手なんですよね。ハンカチとか使っていくと端の方がほつれてほどけてきてて、ああ処理が甘かったなと思うんですけど、よいしょ。でこれが真ん中が編めましたので、次の色ブルー入れます。編んでいきます。このグラニースクエアの編み方は、鎖のね頭を拾うとかじゃなくて、スペースにこうやって編んでいけばいいので、すごく分かりやすいから、初心者の方とか始めやすいかなと思います。どうしてもね、どこを拾ったらいいか分かりにくかったりするし、毛糸によってもモケモケの分とか、特に目が見にくいので。2段目完成です。次のお色はですね、シフォンムースのミルキーホワイトちゃんで編みますね。ではこの黄色と同じ糸です。3段目できました。じゃあ次4段目いきます。次のお色はこれですね、この子メランジテイストのクリムゾンレッド、ワインレッドみたいな色の分ですね。結構私がいろいろ編み物を編んで、作品を作るときって、結構自分の好みの色味だったり、好みの柄とかっていうよりは、ちょっと編みたいものをとりあえず編んでみてっていう感じで、結構人にあげることが多くて、だから今回はね、じゃあ自分のために自分のものを編みたいなと思って、ちょっと色味とかもね、好きな色
この赤っぽい色はすごく好きで見たいんですけど、あんまり可愛すぎる色味だとちょっと普段のねお洋服だったりにはあんまり合わなくて、シックな感じだけどちょっと色味があるようなものが好みです。なのでこれはバッグにしたら可愛くなりそうな予感。こういうグラニスクエアバッグは、まあ、大量に同じ色を使うってわけではないので、少量余ってる何かの余り糸みたいな感じでも消費ができるんじゃないかなって思ってます。よいしょ、これで4段目までできました。じゃあ次5段目はこの子メランジのネイビー使います。私は今回は家にね大量に毛糸があるので、それを消費のためにこれを編んでますが、フースで取り扱っている毛糸だと結構カラーバリエーションがあるもの、アメリーちゃんは色が結構入ってるはずだったから、で組み合わせて編んでも可愛いだろうなと思います。これでモチーフの完成です。赤が明るくてこの辺白入れるのも可愛いし、よりお花感が出た感じがします。でこれを今実は5枚できてるので、集まると可愛い、どんどん編んでいこうと思います。数日後です。モチーフが16枚編み上がりました。これからこの子たちをつなげていこうと思います。可愛い色を編んでみるといい感じになりました。チーフをたくさん編んでいくのって糸処理もしながらだからすごく大変というか、あー糸処理って思いながらやってるけど、こうやってできてきて形になっていくのを見てるとすごく、あー頑張ってよかったって思います。可愛くなってね。今回私は全部同じモチーフのその色合わせの順番で編んだんですけど、これ多分入れ替えても真ん中だけここだけ入れ替えたりしても可愛いかもしれない。もちろん一色でもねとっても可愛いと思います。1枚目と2枚目2つできましたので、これからバッグにするねつなぎをしていこうと思います。この巻きかがりの作業はちょっとすごく好きかもしれない。糸処理は嫌いだけれどこういうのは好き。コーナー部分だけ少しだけつなぐのがもう少し大変かもしれないけど、これが綺麗にできたらめっちゃ可愛くなります。つなぎ合わせれました。Thank you.
ちらを参考にしたのはとゆかちゃんのプラニスクエアバッグの編み方動画で、よかったらショップの方も見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。